ディエンスが地球外生命体になった。はい、どうもニヤニーです。本日もニヤニーのワットをやっていきたいと思います。昨日のこちらの動画はもうご覧いただけましたでしょうか？まだ見ていないよって方はぜひこの後にでもご覧いただければなと思います。それではですね、今日も早速やっていきたいんですが、ここでニヤニーからのお願いです。ニヤニヤチャンネルのこのアナリティクスのチャンネル登録者の総再生時間の割合っていうところを見るとですね、こんな感じになっております。こちらがチャンネル登録をした状態でいつも動画を楽しんでいただいている方の割合で、こちらがチャンネル登録はしていないけど何回か見ていただいている方の割合という風になっております。もう 1,2 回見ている方は、いやでもおすすめの方にね出てくるかなという風には思うので、もう絶対チャンネル登録できひんねんっていうちょっと特殊な理由がない限りですね、チャンネル登録をしてこの後も楽しんでいただければなと思います。お願いはこの辺にして、では早速ね本題の方に入っていきたいと思います。まずはこちらのコメントからです。さくらもりこさんからのコメント。来週サポーターの返信ということで楽しみにしていますが、サポーターについて一つ。サポーターの色ですが、ケケラとキューンは緑と黄色でそれぞれのライダーと同じ。ベロバはピンクでバッファの紫と違いますが近い色ではあります。ではジーンは、ギーツは赤系と考えると青で、色相関チャートではほぼ真逆の色なんですよね。磁石の S 極 N 極や一つにつながっている赤青鉛筆と対になる色です。そこから考えるとケケラやキューンはケイワやネオンに寄り添うタイプで、ベロバは道長と同じ意見を持っているタイプではないけれど向く方向が近いものがある。そんな感じでサポーターの色の違いがあるのではないでしょうか。そうなると気になるのがやはりジーン。どうして彼は色が違うのか。普通推しと色は合わせるんですよね。推し色として普段から推しと同じ色を買ってしまうとかあるはずです。なぜ推し色ではないんだろうと。あそこまで推し推し言っているのに並んだ時にキャラが被ってしまうからという事情がある等の理由もあるかもしれませんが、彼だけ対の色というのが気になりました。いやこれまあ確かに言われてみればっていう感じはするんですけど、こうねエースとジーンが並んだ時に、まあ、赤系と青系という感じで、まあ、1号ライダー2号ライダーみたいな配色があって結構まあバランスがいいから特に気にはしてなかったんですけど、こう言われてみると確かにケケラはねおそらく緑系で、キューンは黄色系で、ベロバがピンク系で、ここはちょっとね色が紫とね違う部分があったりするんですけれども、似た色ということで、まあサポーターと仮面ライダーはですね色の感じが似ているのに対して、ここのペアだけ全く色が赤系と青系という感じで違う。これね言われるまでは全然ね意識すらしてなかったんですけど、言われてみたらめちゃくちゃ気になってくるんですよね。まあでもですね、以前の動画でですね仮面ライダージーンがギーツのマスクをですね前後逆にしたようなデザインをしているという話をした時に、まあ、このギーツとジーンは表裏一体キャラクターなんじゃないかなという話をしたわけなんですよね。もしかするとギーツから生まれたのがジーン、もしくはジーンから生まれたのがギーツみたいな感じの話をしたんですけれども、まあここと照らし合わせてみると、まあこういう表裏一体キャラっていうのもこの色で表現してるのかなというふうに思ったりもしますよね。でジーンはやたらとこうねエースのことが大好きで、まあ、推しや推しやって言ってるわけなんですけれども、結構このね好きになる人の特徴ってみんなもまあ共通してるかどうかはちょっとわからないんですけれども、結構自分にないものを持っている人を好きになる、推したくなるっていうところがねあったりするとは思うんですけれども、まあそういった点で見ても、まあ、色の違いからですね自分にはない色をエースは持っている、自分とは真逆の色をエースが持っているみたいな形で、ギーツは赤系の色に対して真反対な色である仮面ライダージーンは青がベースカラーになってるんじゃないかなというふうにも思ったりもしますよね。この仮面ライダーの色っていうところもねポイントになっていきそうな感じもするんで、ここもね要注目して見ていきたいと思います。はい、では次のコメントいきましょう。激突さんからのコメント。この世界やすでに終わっている大昔の世界などに関して、遥か未来の世界で地球はすでに滅んでいて、運営やオーディエンスなどは火星など他の惑星に移住しているから地球が滅びようと影響が出ないんだと思いました。まあでもこれも確かに生活、今現在ね生活しているのが地球以外の場所なのであれば、まあ地球がねどうなったとしてもあんまり影響がないのかなとも思ったりもするんですけど、
もともと生活していた地球があってこその未来だとも思うんで、そのね過去に来て地球をむちゃくちゃにして、その自分のね先祖である人たちが死んでしまうと今の自分が存在しないってことにもなるとは思うんで、結構この理論がなんか微妙なところもあったりもするんですけれども、まあこれ昨日の動画で話した、例えばこれも複製、世界を複製させていたのであれば、確かにこれはね好き勝手もできるので、まあこの筋も通ってくるんかなっていうふうに思うんで、まあやっぱりこの平行世界とかそういうコピーした世界があるのは結構この可能性としては出てきたんじゃないかなというふうに思いますよね。で、このやっぱりこの火星移住説っていう説も面白い説だとは思うんですよね。まあ未来では確かにね、そういう世界があってもいいのかなと思ったりもしますよね。結構今であれば月に土地を買ったりとかってあるじゃないですか。だから実際に月で生活ができるようになっている。まあテラフォーマーズっていうね、アニメが漫画かなあったとは思うんですけども、あれもまあ火星に移住するためにこう準備をしてきて、で、火星に行ってみるとゴキブリがね、すごいこう成長して、みたいな話があったと思うんですけど、まあそういった形でこう遥か遠くの未来ではそういうね地球以外での生活とかもあるのって結構ロマンがありますよね。いやこれもちょっとね面白いですね。はい、では次のコメントいきましょう。山本一郎太さんからのコメント。ギーツは偽りの世界を真実にする物語なのかな。未来に影響しない状況で行われていたデザイアグランプリですが、そんな状況ながらサポーターは推しライダーに現実の未来を変える可能性を託したと願った人なのかと思いました。ベロバも仮の世界を変革させる意味はない気がするので、現実に影響しないデザイアグランプリを現実に影響するデザイアグランプリに変えるという役回りなのか。ネオンパパはその状況を知っている人、ライダーが望む世界を持っているとすれば、サポーターもまた望む世界があるライダーなのかもしれませんね。オープニングでの有刺鉄線を引きちぎるエースについていろいろ考えてみましたが、現状ではループする世界からの脱却な気がしてきました。ニヤニーの言う通り、ツムリは運営の思惑の外にいる特殊な存在なのかもしれませんね。運営的には利用しているつもりだったけど、みたいな。デザイアグランプリから見つめを排除して好き勝手に運営しているはずなのに、実はみたいな展開はありそうですね。という感じでですね、このツムリについてやっぱりこうね、いろいろ考えさせられる部分があるわけじゃないですか。この世界をもう少し見届けたかったのですがっていう発言は、やっぱりこのね、一ナビゲーターが言う発言じゃないんですよね。結構やっぱその支配してる側みたいな人が言いそうなセリフでもあったので、実はツムリやばいやつみたいなね展開を全然こう期待はできそうですよね。で、まあツムリもツムリでですね、本来は重要キャラなのであればですね、現状その姿を隠しているということにもなると思うので、まあデザイアグランプリからするとツムリは一ナビゲーターということで、まあ利用する、まあ活用するキャラクターだというふうに認識しているかもしれないんですけれども、うまいこと使われて、実は蓋開けてみればどえらいやつがこのデザイアグランプリにおったみたいなね展開はめちゃくちゃ面白いですよね。で、このね、山本さんのコメントの冒頭ですよね。ギーツは偽りの世界を現実にする物語なのかな。これ結構ね、気になるワードですよね。例えばこれゲームであったりとか、漫画、アニメの世界が現実になってしまう、みたいなことだとは思うんですけれども、まあ一番身近なところで言うと、やっぱりゲームなんかなというふうに思いますよね。例えばその、荒野行動であったりとかっていうゲームをちょっと今回はね、イメージしてるというふうにはもうすでに言われているので、まあそれであればね、本当に戦場みたいなところに、サポーターたちは今現在入ってきてしまったみたいな展開なのかもしれないですよね。まあジーンが言っていた言葉の一つで、僕たちはもとも本来傍観者なんだみたいな感じで言ってたんで、まあ見ているだけの人なんですが、今はなんでか知らんけど戦ってしまっているという意味で言うと、本当に自分がプレイしていたゲームの中にのめり込みすぎて入ってきてしまったみたいなこう言い方だったようにも思うんで、本来は空想の世界、現実ではない偽りの世界なんですが、技術の進歩によってそのね仮想世界が現実になってしまっているみたいなね展開は結構面白そうですよね。まあここ最近はちょっとね特にややこしくなってきてしまっているので、まあね皆さんの考えもどん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 ややこしい方向に行ってしまっている部分もあったりして、実はめちゃくちゃこうねドシンプルな話っていう展開も逆に面白いですよね。まあコメントでもちらほらこう考えすぎなんじゃない、もっとシンプルじゃないみたいなコメントはあるんですけど、
僕はこうシンプルに考えてこう当てに行くより、こうね、考えて考えて考えすぎて、まあ、全然違う答えであっても、まあ、それはそれでこうね、考察の楽しいポイントでもあるのかなというふうにも思うので、まあ、みんなが思うような考察妄想とはまた違うね、ところにね、ちょっと着眼点を置いて、まあ今後もね、意味のないところかもしれないんですけれども、どん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 ね、深掘っていけたりとか、深読みしていけたりしたらいいのかなというふうに思っております。ということで本日はここで終わっておきましょうか。また明日、リアルタイムでライブできるとは思うので、みんなと一緒に楽しんでいけたらなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ほな。視聴者、ここまで見たのであれば、チャンネル登録、高評価をしなければならない。この水曜に上げたこの23話の感想&考察、こちらの動画なんですけれども、結構ね、僕これ自信があるというか、当たってるんちゃうかなって思う部分でもあるので、まだ見てない方はですね、このところをねタップして動画に飛んでいっていただければなと思います。